日本スプレッド。今週も火曜日から始まります毎日本チャンネル毎日本スプレッド恒例討論風バラエティ仮面舞踏会、今週から司会を務めることになりました。最近タバコがねラッキーストライクから若葉になりました。今日もやられてチアです。皆さんよろしくお願いします。というわけで今週から始まったあの討論風なんですけども、実は討論風ということが今日たった今崩れまして、今日はあるテーマをもとに皆さんで、討論風ではなく、しゃべり場というか、討論をしない形の、議論をしていただきましょうということになりました。うん。では今日の、今週のテーマ、なんだっけ、あった今週のテーマをもとにして皆さんに一言ずつ自己紹介と、そのテーマについてのお話を聞かせてもらおうと思います。今週のテーマはこれだ。芸術の秋について、これが今週のテーマになります。どうですか皆さん、文化祭の思い出とか今やってる芸術的な何かとかハマってるアート系ネタとか、いろいろあると思うんですけども、順番に話を聞かせていただいてもいいですかね。うん。ではまず、水曜日から、2回目になりますルイネさん、芸術の秋について何か話があれば聞かせていただけますか。はい、こんばんは2回目です。芸術の秋、なんでしょうね、私の場合なんか食欲の秋になってるんで美味しいもんね。そうですね、秋美味しいですからね。昨日栗ご飯でした。あ、そうですね、すいません、芸術の秋ですね。芸術の秋、どうですかね、そんな夜長に読むような本を今持ってないんですが、ですね、ちょっと昨日買ってみた雑誌があるんですよ。歴史通の11月号総力特集、韓流は嘘だらけっていうのがあってちょっとこれを昨日買ったんで、ちょっとこれから読もうかなって思います。で、なんか写真がなんか新朝鮮機構って言って、よくネットで見るようなちょっと画像がなんか写真としてなんかいろいろ載ってるんで、これはいい資料になりそうかなっていう気がします。はい、ひっそりありがとうございます。じゃあそういうことでルイネさんでした。はい。続いて、初登場です。どちらからいきましょうか。初登場の方2人いるんですが、まずは、初登場渡るさんから。こんばんは。どうもこんばんは。こんばんはです。ありがとうございます。芸術の秋ですかね。はい、芸術の秋、まあ僕は結構洋画とか見るんですけど、うん、なんかその前日本にですね、まあ、名前出したっていいのかな、九段さんという人がいて、その方によると、はい、まあ、なんていうかな、こう、女性をこう、落とすには趣味を合わせた方がいいみたいな話をですね、まあ、お酒飲みながらネタで言ってるんですけど、そういう話をしてて、あ、それ洋画とかは僕、ちょっと詳しいから、あ、そういうのを使うっていうのも一つの手があるのかなと思ったりしました。そう、相手が好きで、そうそう、好きな人だったらば、洋画、なんか、美術館とか行くのが好きな人だったら、じゃあ美術館一緒に行こうか、みたいなのもいいかなっていうふうに、その時ちょっと思いました。全然、不純な芸術なわけですけど、まあ人間が不純なんで、そんな、お話です。はい。なるほど。ありがとうございます。はい。では、次に、今回初、スマイさん、はじめまして。僕、この番組でというか、他でもはじめましてなんですけど、今後ともよろしくお願いいたします。というわけで、スマイさん、この秋、芸術の秋について、何か一言というか、何かお話ありませんかね。あ、芸術の秋。はい。そうですね。僕今気になってんのは、トリエンナーレって知ってますかね。
トリエンナール。横浜トリエンナーレっていうのがですね、3年に1回ずつですね、みなとみらい地区で、はい、まあ、美術展みたいな、現代アート展みたいなのをやってるんですよね。それが18月の途中からやってて、11月の頭ぐらいまでやってるんですけど、まあ、それに行ければいいかなと思ってますけどね。それは一人で行かれるんですか？いや、ちょっとオフ会立てようかなと思ってますよね、今。おお、はい、神奈川オフ。あ、いいっすね。うん、僕関西なんでね、なかなかそちらの方まで足を運べられないんですけど、ああ神奈川方面の方、ぜひこの機会にスマイさん直接見ようと言って、ついでに芸術を鑑賞した人は見れます。はい、そういうわけでスマイさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、レギュラー面行ってみましょうかね。どちらから行こうかな。水曜レギュラーの秋代さんから行かせていただいてよろしいでしょうか？はい、こんばんは。こんばんはです。いつもお世話になります。はい、いえ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 。芸術の秋についてなんですけども、はい、どうですかね。いや、私は物を書くことが大好きなんで、芸術の秋、秋の夜長に、ちょっとした小説を書いてみたりとか、で、書の心得があるので、書道をやってみたりとか、そうですね、あと、先週まあ、芸術と言えるかどうかわからないんだけど、庭の大改装を今やってる最中です。大工もやってるんですか？庭の大改装です。うん。芋掘り。庭の日本庭園とかじゃないんですよ。じゃあ本当は最初日本庭園じゃなくてコニファーガーデンだったんだけど、だんだん木が大きくなってきちゃって、和洋折衷になってきちゃったんで、築山も潰して、はい、土木作業を毎日やってます。土建屋さんじゃないですか。ねえ、でもいいですね。体力もつけられて、そうですね、しかも芸術までできる。うん、で、種から苗も育てて、結構楽しいですよ。実のなる木を植えてるんですか？ええ、ブロッコリーとかカリフラワーとか植えますよ。柿とかじゃないんだ。なるほど。ええ。じゃあ、今日のところ、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい。では、次にこれもレギュラーになってます、リュウコウさん木曜日からです。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウコウです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、芸術の秋、僕はですね、秋こそ芸術だと思っております。来たよリュウコウ。いやー、ほら、春夏秋冬っていう中でね、読書の秋とか食欲の秋とかって言われるように、秋は何かしろいろんな言葉がつきますよね。それはやっぱ四季の中で一番秋が、すべての四季の中で一番いいというか、こう、人の感性を表現を広げてくれる季節だっていうことを僕は思うわけなんですよね。なるほどね。はい。そんな中で、リュウコウさんのその芸術の秋っていうのは？やっぱ服が僕好み、なあ、増えていくんですよ。ジャケットとかね。そうやね。夏場って結構、重ね着とかするとしんどいもんね。うん、そうなんですよ。適度に重ね着ができて、しかも中が見せられるっていう。そうそうそう。ちょうど僕大好きなんです、秋。でね、なるほどやっぱ思い出といえば、やっぱり、やっぱね、みんなと、一緒にやって落ち葉を集めてですね、焼き芋を焼くという。はいはい、あの行為がね、僕は昔から芸術的な行為だとずっと思ってたんですけど、今ではね、もうできないんですよ。だからもったいないなって、ね、思いますね。そうだよね、はい。警察飛んできますからね。点火したら警察飛んできますからね、今では。うん、昔はできたのに。残念です。わかりました。じゃあ、今日のところもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、もう一人、来てないんだな、ブラゼルさん。来てないよね。来てないのよね。ブラザーさん待ってますからね。早く来てくださいね。というわけで、まあ行ってみましょうか。火曜日恒例仮面舞踏会ということで、今日の議題なんですけども、最初はちょっと他のことをやろうとしてたんですが、同じようにちょっとシリアス系ですけども、討論形式ではなくて、みんなの合議形式で行かせてもらおうと思っております。今日のところは。というわけで、今日のメインテーマはこれだと。ん？うん。
社会福祉にこれぐらい、これほど、これ以上税金をかけていくべきか。まあ、今、社会福祉っていうのが大きな課題になってますが、今後その税金を、まあ、かけていっていいのかどうか。で、それだけではなくて、まあ、これでいいのか、日本の雇用ということで、年々悪化する雇用情勢と、どうすればいいのかと。こういうことを仮面で熱く議論を交わすと。いうことをしてみようかなと。非常に荒れそうな点ですけどね。一つちょっと頑張ってみようと思ってます。はい。というわけで、社会福祉に関してなんですけども、これ、今ね、雇用情勢っていうのも悪いんですが、例えばね、その日本企業が、能力主義であるべきという方と、社会が雇用を保障していくべきだと。仕事のない方にも仕事をどんどん出してやっていこうよ、ということで、まあ、いろんな議論をされている中でですね、まあ、経営者として考えると、なるべく税金を納めたくないと。ただ、税金を納めないと、そういったその能力主義で頑張っている方たちっていうのも、能力主義、だけではやっぱり生きていけないですからね。そういった中から落語されてしまうと。で、そういった方たちが生活が立ち行かなくなってしまうと。で、そういったところに、まあ、その税金からうまくこうお金を出してね、最低限の生活を保障するなんてことを今日本でやってますが、どうですか皆さん。このあたりからちょっと切り口を進めていこうと思ってるんですけども、うん、日本の社会福祉、雇用助成っていうのに関して、それぞれご意見あると思うんですよ。で、社会っていうのはその能力主義であるべきなのか、それとも、もっと違う形で、大きく言えばその、フィンランドの、普遍主義であるとか、アメリカの新自由主義であるとか、そういったその、全く違う形であるけども、それぞれの社会として、まあ、曲がりなりにも成立する今の他国の制度なんかを見ましてね、どちらがいいとか悪いとか、日本はこうあるべきだみたいな意見があれば聞いていきたいなと思っとるんですが、皆さん覚悟はよろしいでしょうか、うん、非常に返事が薄いんです。うん、はい。よろしくお願いします。大丈夫。はい。非常に怖いんですけど。まあ、この件に関していろいろと別のチャットなんかでも激論を交わしてらっしゃるという噂のスマイさんと渡るさんからちょっと聞いていこうかなと思うんですけども、今の日本の社会制度っていうのは、どちらかというとその80年代、70年代のその五層船団方式っていうのがまあ崩れて、その後能力偏重になってるというふうに僕は見てるんですが、お二方として僕のその見方っていうのは間違ってますかね？間違ってないですかね？能力主義になってるかどうかは私にはわからないですけれども、雇用を、社会が雇用を、受け入れなくなったというか、雇用を守ることに、なんというか、こう、まあ、あまり、力を注がなくなったというか、まあそれが常識的になってきたっていうところがあると思います。多分それはグローバルスタンダードとか、その、まあ外国から見て、まあ雇用は流動化するものだっていう流れの中で雇用を、日本はかつて雇用をすごく大事にしてきた社会でしたけど、それを捨てていったっていう流れがあるんだとは思います。ただ、その雇用を大事にしすぎたがために、どういうのかな。五層船団方式自体は、その景気が伸びていくときには、まあ、かなりいい感じで、